ストラスモア・キング伯爵は、イギリスの伯爵位。ライアン家のうちスコットランドへ移住して、グラームズの領主となった、ライアン氏族は1445年に、スコットランド貴族爵位、グラームズ教、ついで1606年に、スコットランド貴族爵位キングホーン伯爵に助せられた。1677年には、キングホーン伯爵の爵位名が、ストラスモア・キング伯爵に変更された。 1937年には、連合王国貴族爵位のストラスモア・キング伯爵位も与えられている。ライアン家は、フランス王とノルマンディにある、リヨン・ナ・フォレ城を本拠とする一族だったと言われる。ノルマイ・コンクエストで、イングランドへ移住したと言われ、はじめは、デ・ライアンズという生命だったが、後にデ、では除かれて、ライアンズだけになり、さらにいくつかの家流が最後尾の、S も取り除いて、 リオンに改正したという。一方、ジェームズ・バルフォア・ポールは、スコットランド貴族の中で、ライアン家はケルトを起源とするのではないかと主張している。一族の一人、サージョン・ライアンが、スコットランドで、ライアン氏族を起こした人物と言われる。彼は、スコットランドカレーを務め、スチュワート町の海祖である、スコットランド王ロバート二世の娘ジーン・オブ・スチュワートと結婚し、持参金として、 グラームズの所領を受けた。以降彼の子孫は、グラームズ城を中心として、ライアン氏族の領主として君臨する。初代サージョン・ライアンの同盟の息子も、ロバート2世の王子の一人、ストラサーン伯爵デイビッド・スチュワートの孫娘にあたる、エリザベス・グラハムと結婚している。グラームズ城初代や二代目のサージョン・ライアンの爵位については、諸説あって定かではないが、 ライアン家が明確に爵位を得たのは、二代目、サージョン・ライアンの一人息子であるパトリック・ライアンが1445年6月28日に、スコットランド貴族爵位グラームズ教に助せられた時で、ある。七代グラームズ教ジョン・ライアンは、1537年7月に、スコットランド王・ジェームズ5世の毒殺の陰謀を、くわ立てたとして、裁判にかけられ、彼の母、 ジャネット・ダグラスは家計に処せられ、グラームズ教も投獄されたが、後に釈放されて1542年には、釈意や財産を回復させた。9代グラームズ教パトリック・ライアンは、1606年7月10日に、スコットランド貴族釈位キングホーン伯爵と、ライアン・グラームズ教に上された3代キングホーン伯爵、パトリックライアンは、 1677年7月1日の直居場により、キングホーン白爵の爵位名を、ストラスモアキング白爵に変更されるとともに、従属爵位は、ライアン子爵とグラームズ・タナディス・シドロー・ストラス・ディッチ・ティー、であるとされた。旧代ストラスモアキング伯、ジェームズ・ボーズは、イングランドの祖宝家ボーズ家の女子相続人である、メアリー・ボーズと結婚し、妻の仮名ボーズに改正している。 その息子の10代ストラスモアキングクジョン・ボーズは、1815年7月18日に、連合王国貴族爵位パラティン州における、ストリートラム城のイコール、ヨーク州における、ダラムルーのボーズ男爵に除せられ、また、ライアン・ボーズ姓を、ボーズ・ライアンに改正している。その息子である14代ストラスモアキング博、クロード・ボーズ・ライアンは、女王エリザベス2世の聖母、 エリザベス皇太后の父親として知られる。彼は1937年6月1日に、連合王国貴族爵位のストラスモア・キング伯爵位を受けている。2017年現在の当主は19代、ストラスモア・キング伯サイモン・ボーズ・ライアンである。居城は、アンガス州にあるグラームズ城。紋章に刻まれるモットーは、インテ・ドミネス・プラビ。現当主サイモン・ボーズ・ライアンは、 以下の尺位を保有している、ストラスモアキング白爵ライアン家。ありがとうございます。